お？帰ってこられたんだな。ガルドロックにえらい目に遭わされたらしいじゃねえか。そんなことはどうでもいい。見たんだ、グヴァンテを。伝説のエイクリッドを見たんだよ。何言ってんだお前ら。はぁ、今度は俺を騙す気か。ゴータのおかげで伝説のエイクリッドを見れたんだ。はぁ、何言ってんだ。騙した本人を騙すんじゃない。見た証拠でもあんのか。証拠？ゴータが言ってたこと全てが証拠だよ。ああ、確かにそうだ。先輩君から聞いた話がそのままだった。ゴータ、この前の話覚えてないの？ゴータのおかげで伝説のエイクリッドを見れたんだよ。ああ、この前の話は覚えてる。でも、伝説は伝説。誰も見たことのない話だろ。僕たちは本当に見たんだ。どうして信じてくれないんだよ。俺はいつでもギラギラだぜ。あ、そうそう、この前もミッションでさ、先輩くんとさ。はいはい、ボンクラの報告はあとあと。それよりほら、私がここに来たってことは。探し物なら手伝ってやるよ。大事なものか。残念、でも惜しい。二人にとって大事なことよ。考えて考えて、ほらほら。さては、考えるのに飽きたか。あったり、なんでわかった？お久しぶりです、マスター。銀ギラー！すげえ、すげえサプライズじゃんか！もう完璧なんだからね。あと、このタイミングだったら戦技大会にも間に合うわ。戦技大会？なんだそれ。ああ、そういえばボーイにはまだ説明してなかったわね。ビカビカ教官！戦技大会とは、各ベースの選抜メンバーが VS 戦で技を競い合う大会のこと。決勝トーナメントを勝ち抜き、優勝したチームはアカデミーの頂点として君臨することになるわ。頂点、一番星か。このサプライズ燃えてきた。ディアナ教官、あのギンギラちゃん、試運転の許可をいただけませんか。ギンギラちゃんか。当然ね、ボーイ&ガール、VS 訓練を許可するわ。やったな、ギンギラ。生まれ変わったお前の力、見せてもらうぜ。お任せください、マスター。
決めてくぜ。一番星くん、掃除大丈夫よね？ドンパチなら任せろ。ウォルター教官がいなくてもいける。ドンパチ、そうだ、掃除したことないんだ。VS に教えてもらいなさい。この VS ならノープロブレムよ。そうか、キングラちゃん任せられるよね。お任せください。操縦チュートリアル実行可能です。訓練用ターゲットの準備は任せて。ボーイ、いいとこ見せてね。教官、サンキューです。バリバリやるであります。ギンギラちゃん、データ取るから訓練終了後はすぐに帰還ね。訓練終了後、帰還受理しました。操縦チュートリアル開始します。操縦方法をモニターに映します。目標ポイントまで移動してください。オッケー。目標に到達。お見事です、マスター。次は攻撃チュートリアルに移ります。攻撃方法をモニターに映します。ターゲットを攻撃してください。ドンパチか、任された。マスター、攻撃操作を変えましょう。次は、打撃攻撃操作を行ってください。ターゲットを破壊しましょう。打撃攻撃か、ワクワクだ。ターゲットの破壊を確認。マスター、お疲れ様でした。これだけ？物足りないって。メイン攻撃、サブ攻撃、打撃攻撃、すべてのデータが取れました。もっとやれる！何でも来いって。訓練は終了しました。帰還します、マスター。マスター、所属不明の VS が接近中。ターゲット、間もなく接触します。敵か？アーカイブ称号申請。確認。所属不明。タイプトライシード型。以前我々を襲った者に告示。以前会ったことはあったか？可能性の域ではありますが、応戦を続けましょう、マスター。撃墜されては意味がありません。やってやる、バリバリ反撃だ。マスター、サーマルキャノンの使用を提案します。
サーマルキャノン？何それ？エクスサーマルブラストのように強力な砲撃が可能です。 VS の必殺技か？見せてやれ！キャノン発射可能です。接機撤退を確認。やべえ、追うぞ。キンキラマスター、機関を優先します。なんで敵だと追わなきゃ。訓練終了後は機関が優先されます。こっからが本番なのに。トルーパーズ、趣味イベントのお知らせよ。そう、恒例のベース対抗戦技大会が近づいてきたわ。一番を決める大会だな。くぅ、燃えてきたぜ。
うん、その勢いボーイズ、優勝を勝ち取りなさい。よし、決めるぜ優勝。ワクワクしてきた。ということで、しばらくの間各自大会に備え自主訓練よ。以上。優勝を狙うにはまずアドバンスベース代表に選ばれなくちゃ。それからさ、ブレン、何より大事なのはね、一人じゃ出場できないんだ。何ごちゃごちゃ、大丈夫だ、先輩くんがいるじゃんか。まあそうなるよね、この流れは。チームもまだだし、いいけどさ。決定、あとは優勝だけだな。ブレン、その前に練習練習、まず訓練相手を探しに行こう。頼りにしてよ。行くぜ。ついてねえ。いや、やっとついた。まさかオスプレイの燃料タンクに穴が開いてるなんてね。準備運動にしてはハードだったな。こんなに歩いたの久しぶりだ。ごめんね、やっぱり僕のせいかな。え、いや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 、偶然が重なることはよくあるよ。そうかな。ああ、
よくあることだ。気にすんな。で、あれ、どうかした、ブレン。おかしいな、ハーモナイザーが動いてないぞ。え、で、あれ、僕のも反応しない。あ、僕のも。3人同時に壊れるなんて。大丈夫だよ、ハーモナイザーくらいね。ああ、ライフの回復なしならかえっていい訓練になるぞ。そうだよね、気合い入れて頑張ろう。それじゃあ行くよ、ついてきて。椿ってついてないよな。し、気にしてるんだから。ほら、二人とも早く。囲まれてる。こんなに反応なかったよ。うわ、 PDA 壊れてるし。面白いことになってきたぞ。ワクワク、いや、ドキドキか。怪我がなくて何よりだったよ。こんなこともあるんだな。よし、気を取り直して次だ。
すがに手こずった感じだね。この状況だったら上出来だよ。寝てんのか？動かないぞ。あれはコルドンゴっていう種類だ。寒冷地が生息地のはずなのに。とにかく倒しとかないとね。コルドンゴで注意しとくことは、凍らせる攻撃をしてくるからその点は注意が必要だよ。でも寝てるみたいだからその隙に回り込めばいいよね。オーケー、任された。そんなにうまくいくかな。静かに、物音を立てないようにね。
共に鍛えよう。行くぜ。これからエイクリッド遠巻き訓練に向かう。おやら決まってけよ。なんだか陰気なところだな。何が出てくるんだろう。弱気はゼロ。鍛えるなら強い敵だろう。なあ、来るなら来いだ。ガンガンやってやる。銀ギラ真っ青、海の中だ。海底にこんな施設が。すごいね。お、なんだ、あの浮いてんの。あれはライトロンじゃないかな。やられ際に放電するから気をつけて。閉まっているぞ。どっか押せばいいんだろ。あれか。あからさまに罠な感じが。ほら、やっぱり。またスイッチ。あからさまだ。おっ、またお前か。なんてびっくり箱だ。心臓に悪すぎ。今度こそ倒す。もう少しだ。お前ら根性見せてけ。やるな。なんとか倒せたね。銀ギラ一番星。筋肉がうなる。最高の訓練だったな。一番星だ。よし、訓練終了。ベースに戻るぞ。やったな。一番星完了。エクストルーパーズ。